ここからはスーパーノッポをお送りいたします。先ほどあのアクア界のノッポさんの春の新作とみられる映像を入手いたしました。詳しい詳細は今のところ分かっていません。住人の反対を押し切り意を決して外したセパレートですが、予想通りの結果に終わりました。新個体を導入し新たな作戦へと調整する、自称アクア界のノッポさんが決意表明いたしました。続いて今日の話題です。ノッポ&ボン世界限定シリーズのプレゼント抽選会が行われました。応募資格は一般応募1名、動画投稿可能者1名の計2名様です。抽選会場にはスモモ色クローバーがゲストで来場し、抽選会場に訪れた来場客はパクリだ、偽物だと怒号が飛び合い、大変な騒ぎになりました。それでは気になる抽選結果を見てみましょう。はじめに一般応募の抽選です。それではスタート。たくさんの応募をいただきましたが、今回は合計2名様と少数になり、大変申し訳ございません。トミー2016さん、当選おめでとうございます。手作りではございますが丁寧に作ってみました。活躍できたら嬉しいです。続きまして、動画投稿可能部門の発表ですが、今回はノーザン教団さんに当選と決めさせていただきました。ラクテルさん、パスさんにつきましては動画で紹介していただきたいので順次作成しプレゼントさせていただこうと思っています。その時はよろしくお願いいたします。ノッポのプレゼント企画にご応募いただき誠にありがとうございました。なお当選できなかった皆様、また次回のプレゼント企画の参加をお待ちしております。今日も明日も毎日アクアリウム、ご覧の番組はアクア界のノッポさん、アクアメーカーの提供でお送りいたしました。